あるところでは全部やると。全部俺はいただいていきます。桜島見えねえね今日。あのそうだね。喋ってるやつ見えないね。切なさ増すの。増す、すげえ切ない。自分があの、そうだよね。あのメロディーにあの言葉の秘められてる感じあるよね。音源ではモノクロも色つけてくれだけだったら別になんか暗い歌詞やねんもんね。ある意味ね、なんか新しい出会いみたいな風にも思えるね、うんうん、まあ、いろんな捉え方ができるね、 できるね。すげえね、やっぱそこまで。バナナが似合うな、うん、これなんかバナナ、うん、あんま買わねえんだけどね。あったら食うの。いや、あっても食わねえんだけど。自分ですよね、きっと。多分、うん、で、もう入れるんじゃないですか。いや、どうか、やってみる。やってみましょう。やってみよう。なんかその上、上っ面だけやっぱなってる感じが、はいはいはい、多分あったの、今。だからなんか皮がこう、なんてスネアがなってるっていうより、はいはい、上のヘッドがなってるみたいな。多分共鳴してなかったんでしょうね。そうですね、多分下と上の。そうですね。で、多分スナッピーもヘッドも、うん、で、なんか聞いたらヘッドが後ろ破れてた。そうそうそう。ちょうどスナッピーの軸のところの裏が見えないところが、亀裂がこうやって入ってた、はいはい、それは多分抜けるよね、下に。そうですね。それは証明するところが。それはそうですよね。それはチューニングがうまくいった。やっぱなんかどっかで爆音の共鳴してないはまずい。まずいな。あ、それはまずいですね。もう一回いいですか。やめてください。絶対乗せんだよ、これ。もう帰ろう。楽しみになるよね。なるなるなる。こういう時でもビールは飲まない。いや、わかんねえな。明日移動して。一本ぐらい、一本ぐらい飲もうかな。うん、あり得る。いいな、カツサンドとビールだな、うん、松田さん、最近ワインですか。いや、全然酒飲んでないね。酒飲んでないんだ。あの、貸しやってたから、うん、なんか夜、それ飲んじゃうと、うん、もうやっぱ夜の作業が、うん、終わっちゃうんで眠くなっちゃうし、もうなんかね、あとなんか夜がいいのか、まあ日中がいいのかっていうのも結構あるよね。夜起きてらんねえくなってきてんだよな。あとなんか夜にさ、こう、うん、思いふけることと、うん、日中に、なんつうの、みんな生きてる、うん、なんつうの、うん、サイクル。はい、行きましょうよって。うん、朝はいいんで、朝は俺いいんじゃないかなって。最終的に朝がいいんじゃないかなって。朝はあるから。布団の中でできるっていうのはないの、あんま。布団の上でできたのあるよ。上、布団の上にこう、こうあ、寝るっていうよりはちょっと寝て、なんか頭は冴えてる状態でこれ転がって、うん、幸福な泣き殻が出てきた。うわ、やべ、あ、それちょっとやべえやつ、真実見たまえやつ、やべえやつ。ちょっと幽体離脱感あるあるある、うん、天井ずっと見ながら、うん、ちょっと電気消します。電気消します。はい、よろしければそのまま水位を給出します。はい。